太陽系の皆様、どうもお疲れ様です。令和2年の5月24日の、お昼ご飯1時間前です。まあ毎日鉄火作業をしてるんですけど、いよいよ桃のね、粒が卵の大きさぐらいの、鶏の卵の大きさぐらいになってきました。もう作業をやってるとなんか知らない間にね、一個一個が大きくなって、自分でも驚きです。こんな具合で、我が県のね、桃は育っております。世の中がね、本当に安定した、世界であり続けるっていうか、まだまだね、安定をさらに安定する世界を、お祈りしたいなと思います。そんなことを、思いながら農作業しています。ちょっとね、暑くなってきちゃって、気温が暑くなってきちゃって、少しバテてきました。とりあえず、お昼ご飯までまた頑張ろうと思います。いつもコメントをくださる鈴木さん、ね、鈴木京子ちゃんとか、ひまわり太陽さん、またマサさんとかね、他、コメントをね、いつもくださる皆様、本当にありがたいなと、嬉しいです。感謝しております。それでは引き続き頑張りましょう。お疲れ様です。